はい、今フランス南部のボルドーというところにいます。夜の11時少し過ぎでしょうか。まあ少なくとも今少し歩いてみた感じ、治安とかは全然悪くないですね。飲み屋がすごい多い街でね、レストランとかも全然閉まってるんですけど、酔っ払いはまあたくさんいるんですけど、まあそれ以外はそんなに。 あそこで今うるさくやってるのもあのパブですね、まあ、それ以外は基本的に治安とかも全然、まあ少なくとも今歩いてる限りでは悪くない。この間までいたバルセロナのね11時台に比べて全然治安なんて悪くないというまあイメージがあります。なんか僕なんかね、結構この街ね住みたいなと、まあ、ちょっと英語が通じないのは勘弁なんですけど、結構住みたいなと思えるようないい環境でしてね、っていうのはこの、まあ、見て分かりいただけるかと思うんですけど、なんていうのか、やっぱこう交通システムがまず僕すごく気に入ってて、もうさっき電車に映ってた路面電車、これがね街のまあそうだな500メートルに1個ぐらい駅があるでしょうか。どんどんその駅同士を結んでるんですけど、7、8分に1本ね夜中の11時であっても来てくれて、すごくそれが安価なんですよね。でそういうのに乗って、まあ、大量の人が移動することができる。でそれによってその車とか自転車とかねバスとかそういう煩雑なものがあんまりない。で車もねお分かりいただける通りこの1車線だけでこう回っていて、その交通の騒がしさとかね危険さとか騒々しさとかそういうのが、まあ、ない、結構静かで、まあなんかこう安全な住みよい街になってるんじゃないかと僕は思ったんですよね。でその基本的に道路に沿うような形で住宅地とか、まあ、そういう施設とかが建っていて、で区画がねちゃんとこう整理されて5番の目のようになっているので、まあ、非常にその道も行き交いやすい。で結構歩道とかも広いので、まあ、日本のようにこう、まあ、日本のことですその足ざまに言うつもりもないんですけど、こう車によってこう歩行者が抑圧されるじゃないけど、そういうシーンって結構少ないのかなと思いました。で自転車とかねそういうのでの移動も楽ですしね、しやすいですし、そういうその例えば交通的な環境面ではすごく僕住みたいなと、なんか珍しくね僕は結構他の都市を称賛するような事態です。であと川がね多いのもいいですね。やっぱりこうちょっと、まあ、夜なんですけど、まあ、適切に湿度があって川のねこの音が気持ちいい。ちょっと鴨川を思い出しますね。この大きい大河があって、僕結構この街すごく気に入ってます。まあもうちょっと明日の朝から本格的にね探索するので、いいものがあったらお伝えできれば嬉しいです。